ねえ、シドが犬にやたら懐かれるのってシド自身が犬っぽいからじゃない？ほらその目、昔からなんとなくわしゃわしゃ構いたくなるのよね。シドが弟でよかった。私たちを兄弟にしてくれてありがとうって、ママにはいつも感謝してるわ。あ、もちろんハゲにも感謝しなくちゃね。将来私が家を継いだとしても、シドが影の家の一員であることに変わりはないの。だからシドのことはずっとお姉ちゃんが守っていくわ。約束。これでも学校では面倒見がいいってよく言われるの。そりゃそうよね。あんたみたいに手のかかる子の面倒をずっと見てきたんだもの。何か不満でも？さすがに泣き虫は治ったみたいだけど、姉としてはもっとしっかりしてくれないと安心できないわ。いつまでもいると思うなお姉ちゃんなんだからね。あんた今あくびしたでしょ。はあ、お姉ちゃんは常に弟の将来を案じてあれやこれや考えてるっていうのに、当の本人はのんきなものね。例のシャドウの目的って何なのかしら。善人か悪人かもいまいち判断つかないし、でもね、うっすら親近感が湧くの。変よね。緑は落ち着くわね。シドと特訓しに行った田舎の森を思い出すわ。ねえ、帰ったら久しぶりに二人であの森に行ってみる？私は剣が得意なのに、どうしてあんたはパッとしないのかしら。きっかけ一つで変わるとは思うんだけどな。淡いピンクって他人、特に男性にこびるイメージでなんとなく好きになれないのよね。私はもっと主張の強い色が好きだわ。愛想笑いって昔から苦手なのよね。だってお腹の中がモヤモヤするのよ。あんた今私の愛想がなさすぎるって思ったわね。最近学園でも頼られることが増えて疲れが溜まってるのよね。というわけだから、弟よ、お姉ちゃんを例のストレッチで癒してくれる？剣の練習頑張ってる？昔みたいにお姉ちゃんに特訓してほしくなったら遠慮せずに言いなさいね。あんたのためなら忙しくても時間作るから。みんな勝手な噂ばかり流してるけど、あんたとアレクシア王女って今はどういう関係？お姉ちゃんには包み隠さず話しなさい。今晩寮に差し入れ持っていくわね。たまには兄弟水入らずの時間を。何その迷惑そうな顔。夜に予定でもあるわけ？小耳に挟んだんだけど、なんとあの三つ星商会が育毛剤の研究に着手したらしいわよ。それってうちのハゲにも効くのかしら。
最近どう？授業をサボったりしてないわよね。って、さっきから私ばっかり質問してるじゃない。あんたね、大好きなお姉ちゃんの近況に興味ないわけ？シド、ちょっと後ろ向いてみて。ほら、やっぱり派手に寝癖つけちゃって。お姉ちゃんが恥をかくんだからしっかりなさい。機会があればアイリス王女とお話ししてみたいわ。あの人にもアレクシア王女という妹がいるからね。姉トークに花が咲くと思うのよ。こら、やたら端っこに座るのやめなさいってば。あとおどおどしない。今日は説教じゃなくて兄弟水入らずで話したいだけよ。はい、疑わない。この手がうずくようになってから、あんたがいつもより優しくなったような気がする。優しい温かく見守られてる。最近自分の調子や考えを日記にまとめているの。頭の中を整理できるし、シドもやってみたら？やったことある？なんで辛そうな顔してるのよ。すでにこの力に気づいてたの。私を見かけるたびに逃げ出すのも今まで不思議だったけど、そういうことなの。なんでちょっと距離を置いてるのよ。そんなにお姉ちゃんの力が怖い？違う？ならもっと近くに来なさい。私が秘密にしてた力について話したんだから、あんたも何か秘密があるなら白状しなさい。って、シドが私に隠し事するはずないわね。